まだ針が外に出た。あいつを完全に始末すれば、ジョルノたちが廊下から復活して電線が突っ込んでくるぞ。ぶっちゃぎられろ。こうなったら直接やつをぶっ叩くしか方法はない。真に恐ろしいのはこの釣り糸の男の方だった。何やってんだ。これしか方法がないのはわかる。だがよ、大丈夫なのか。おい、疑心暗鬼は心の弱さだ。プロシュートアニーならきっとそう言ってくれる。糸を大量に伸ばしてきたぞ。早く体を戻して逃げるんだ。捕らえた。だがこいつではない。人間は呼吸と血液を止めてどのくらい生きていられるのだろう。限界だ。あんたの覚悟が奴の追跡を跳ね返したんだ。ブチャラティ、しっかりしろ。俺の専門は弾丸操作だ。償いはさせるぜ、ブチャラティ。こいつの面構えと目、まるで10年も修羅場をくぐり抜けてきたような。ぶっ殺す、ぶっ殺してやる、エグレのブチャラティ。負けたのか。部下を失ったという絶望を落ちて砕けるのはこいつらの方だ。聞きたいことがあるんだけれど、答えてもらえるかしら。ボスの娘はやはりスタンド使い。答えなさい。状況から見て直接始末したのはブチャラティのスティッキーフィンガーズだ。ああ、血液の採取はできた。健康状態は良好ですか。ちょっとあなた何してるのよ。いい年齢だ。触らないで私のものに。出てって。私を誰だと思ってるの。私の一族。ああ、名前は必要ない。もっと君は最高にディンモールといいんだから。クレジットカードも。あのな、立派な子供を産むための始まりとしてはな。さあ選んでくれ。ディモールと。このままバレなければ明日か明後日にはベネチアだが、いろいろな問題が彼女を圧迫している。あっ、おめえらそれどっから。まさか。ん、何事だミスター。お前天井見張ってたよな。何があったんだ。え、俺よかった。別になんともないわ。生まれたようだな。母親から学習を始めている。クソ野郎、覚悟しなさいよあんたら。なんだ殺すって。次は子供のする遊びだね。ただしこのトリッシュを攻撃することは許されない。殺さず捕まえるんだ。この列車天井から何か持ってるわ。別に何も。おい、まだだぞ。まだだからな。もう我慢できない。あの女が殺すって意思を真っ先に教えてくれたのはいいんだが、早すぎんだよ。お前を倒せる者はいない。な、何やってんだジョルノ。ヒッチハイクよりかなりマシだな。まあいいだろう。トイレはどうすればよろしいのでしょう。まさかおしめでもしろっていうのかしら。私何を言ってるか理解できないんだけど。トリッシュ、しかしこのパワーは遠隔操作のそれじゃない。一体ゴールドエクスペリエンス。ディモールと。ただし他の仲間に見つからないよう静かにだぞ。気配がしたと思ったか。いや、当たりだ。だから焦らせんなって。ディモールと、よくやった。さらに足と目を削り取ったか。焦るな。今さら能力がバレたからってどうだって言うんだ。ブチャラティがこのままだと始末される。予定通り。
とても静かにトリッシュを完全にゲットしました。